昔々、深い森の奥に魔法使いの先生とその弟子が住んでいました。先生は何やら魔法の呪文を唱えています。ツイバースプラッハウムブーントルング。先生は得意そうに帽子をかぶって。弟子よ、私は少し出かけてくる。仕事をきちんとやっておくように。はい、任せてください。はあ、早く僕も魔法が使ってみたい。なのに僕の仕事といったら、毎日毎日地下の水を汲んで2階の部屋の大きな亀に運ぶことだけ。なんとかほうきに魔法をかけて水汲みをさせられないもんかな。おい、ほうき、立ち上がれ。えい。弟子が見よう見まねで魔法をかけようとしてみても、ほうきはびくとも動きません。ダメか。よし、もう一回やってみよう。確か先生は人差し指を使って魔法をかけていたぞ。さあ、ほうきよ、立ち上がれ。えい、えい。ほうきを立ち上がれ。えい、えい、えい。ほうきが歩き出したぞ。その調子、その調子。さあ、バケツ持って水汲みに行け。行ってこーい。
魔法にかかったほうきは次々とバケツに水を汲んで運んでいきます。水はどんどん溜まってついに亀から溢れ出しました。うわあ、止まれほうき、水汲みやめ。どうしよう、魔法の解き方がわからない。私はほうきを斧で叩き割りました。ほうきはパキーンと砕け散りました。ところがほうきのかけらがむくむくむくと起き上がり始めたのです。かけらの一つ一つがまた一本のほうきになり、10本、50本、100本、たくさんのほうきが行列になって水を運んでいきます。水はもっとすごい勢いであふれ、家の中は大洪水。Thank you.
魔法使いの先生が帰ってきました。大洪水になった部屋を見てびっくり。えい、元に戻れ。先生が魔法を解くと瞬く間にたくさんのほうきが消え、みるみる水が引いていきます。これは一体どういうことだ。先生ごめんなさい、もうしません。ごめんなさい。まったく目を離したらこのありさまだ。また明日から修行だな。魔法使いの弟子は二度といたずらはしませんでした。おしまい。